ウェブページの中に画像を貼り付けてみましょう。そのためにはまず、使う画像をサイトに取り込んでおく必要があります。今回はカタログページにご覧のような写真を貼ります。ウェブで使用する画像のファイル形式は、JPEG 形式や GIF 形式があります。写真では JPEG 形式、イラストでは GIF 形式を使います。誰でもわかる Photoshop CS2 などを参考にして、適切なファイル形式で保存しておきましょう。今回はデスクトップに一時的に保存しました。ファイル名はalbum1.jpg です。次に Go Live のウィンドウに戻り、サイトに画像ファイルを入れておくためのホルダを作ります。画像を格納するホルダを作成しておくと、素材を管理するのが簡単になります。サイトウィンドウ左側のプライマリサイトウィンドウの中で右クリックします。マッキントッシュの場合はコントロールキーを押しながらクリックです。ショートカットメニューが表示されますので、新規からフォルダをクリックしましょう。アンタイトルドホルダーという名前の新しいホルダが作成されました。名前を変更しますので、現在の名前をすべて消去して、半角小文字でイメージと入力しましょう。入力できたらエンターキーで確定します。作成したイメージホルダをダブルクリックして開きます。さらに開いたイメージホルダの中で右クリックします。マッキントッシュの場合はコントロールキーを押しながらクリックです。ショートカットメニューが表示されますので、新規からファイルを追加をクリックします。サイトに追加ダイアログが表示されます。デスクトップホルダを選択して、その中のalbum1.jpg を選択します。そして選択をクリックしましょう。これでalbum1.jpg のファイルがイメージホルダにコピーされて表示されます。ファイルタブのすぐ下にある上向き矢印のホルダマークのボタンは上に移動ボタンです。これをクリックすると上の階層のホルダに戻ります。上の階層のホルダに戻るとイメージホルダの左側に右向きの三角のマークが表示されます。これをクリックするとホルダの内容が表示されます。左側のマークは下向きの三角に変わりました。クリックするごとにホルダの内容を展開したり格納したりできます。Windows の場合は三角マークではなくプラスの記号とマイナスの記号になります。このようにクリックするごとに変わり、ホルダの内容の表示と非表示を切り替えることができます。では、album1.jpg を表示しておきましょう。今回はファイルの追加から画像ファイルをサイトウィンドウに取り込みましたが、実際にはどこに取り込まれているんでしょうか。サイト作成ウィザードで指定したホルダを開きます。サイトの名前のホルダがありますね。開きましょう。ウェブコンテント、ウェブデータ、ウェブセッティングスの3つのホルダが作られています。ウェブコンテントホルダを開くと、index.html のファイルやイメージホルダがありますね。実際にはこちらのホルダに保存されていたことになります。ただし、ファイルを移動したり、ファイル名を変更する場合には、必ずサイトウィンドウで行うようにしましょう。そうしないと、Go Live で正しく認識できなくなります。それでは、ウェブページに画像を貼り付けましょう。カタログ .html ファイルを開きます。
カタログ .html が開きました。このページに画像を貼り付けます。レイアウトエディタの画面で編集しましょう。左側にあるオブジェクトツールバーの中に画像アイコンがあります。これをレイアウトエディタにドラッグします。画像を貼り付けたい場所に重ねましょう。ページの先頭にドロップします。すると画像アイコンが貼り付けられ選択状態になります。画面右側のインスペクタパレットを見ましょう。この画面では選択されたオブジェクトである画像アイコンの設定を行います。ソース欄の左端にリンクの設定に使ったのと同じようなポイント&シュートボタンが現れています。マウスポインターを重ねると URL を取得と表示されます。前の章でリンクを設定したときと同じようにサイトウィンドウが見える位置にドキュメントウィンドウを移動しましょう。このとき画像アイコンが選択状態ではなくなってしまうことがあります。この場合は設定ができなくなりますのでクリックしてもう一度選択状態にしましょう。では画像の設定を行いましょう。インスペクタパレットのポイント&シュートボタンをドラッグして、サイトウィンドウのアルバム 1.jpg に重ねてからドロップします。画像の設定に成功すると、レイアウトエディタに画像が表示されます。インスペクタパレットにも画像の設定状態が表示されます。ソース欄にはイメージスラッシュアルバム 1.jpg と表示されます。画像が設定できましたのでカタログ .html を保存して閉じましょう。画像ファイルを保存したイメージホルダとその中にあるアルバム 1.jpg ファイル、この画像ファイルを貼り付けたカタログ .html ファイルをサーバにアップロードしてウェブサイトを更新します。先ほどの更新したファイルをアップロードする機能を使うと簡単ですね。公開サーバに接続ボタンをクリックして接続します。そして更新したファイルをアップロードボタンをクリックしましょう。アップロードダイアログが表示されました。更新されるファイルを確認しましょう。 OK をクリックしてアップロードします。ローカルとサーバのファイルがシンクロされました。これで全ての更新ファイルをアップロードできました。公開サーバから切断ボタンをクリックして切断します。では画像が貼り付けられたかどうかウェブページを開いて確認してみましょう。ブラウザを起動して URL を入力しましょう。トップページが開いたらカタログのページへジャンプしましょう。カタログのページにアルバムの画像が表示されていますね。ブラウザを閉じましょう。誰でもわかる Adobe Go Live CS2 上巻はこれで終了です。上巻ではサイトの定義、文字の入力と画像の貼り付け、リンクの貼り方、サーバーへのアップロードの方法を学習しました。この先はページをどんどん追加してリンクを設定し、内容を充実させながら学習を続けていきましょう。